エンゼルスからフリーエージェント FA になっていた大谷翔平投手29がドジャースと契約合意したことが明らかになった大谷は自身のインスタグラムで英語でドジャースを選ぶことにしましたなどと報告複数の米メディアによると10年7億ドル約1014億円という MLB 史上最高額となる破格の契約だ古巣となったエンゼルスタジアムでは 早くも球場正面にあった巨大看板が撤去。ドジャースとの合意報道直後にはまだ残されていたがその後素早い作業で撤去された。